ジョージアトゥデーは、ジョージアで刊行されている、エージジョージアトゥデーとジョージアトゥデービジネスの二つの媒体が、それぞれ週一回刊行されている。ジョージアトゥデーは2000年に創刊された。首都トビリシに本社を置き、国内外に向けて出版されている。2015年11月に紙面が刷新された。欧州ニュースペーパーオーブザイヤーを受賞した、新聞デザイナーケビン。 ロフタスの協力のもと、構成や主要部分のデザインとともに、レイアウトが再構築され、新しいロゴが誕生した。デザイン刷新以降、政治、社会、文化に重点を置いた、ジョージア・トゥデート・ビジネス、経済、法律に重点を置いた GT ・ビジネスの2バージョンが、週1回ずつ刊行されるようになった。また、同月に、同じエイジ氏のジョージアン・ジャーナル氏との統合が行われ、 新聞としては、ジョージアトゥデイ氏のみが発行を継続し、一方で、ウェブサイトとしては、ジョージアンジャーナルも、独自のサイトを維持することになった。2016年2月26日、ジョージアトゥデイグループは、新たな媒体 GT、ジョージアトゥデイエデュケーションを創刊することを発表した。月1回刊行され、主に教育、技術、革新的ビジネス、国際、 語学学習に重点を置く。10代と大学生をメインターゲットとしている。ありがとうございます。